ケビンはこの先にいます。どうやら君たちは確かに相応の資格を持っているようだ。終焉の権力、世界のあらゆる輪廻は君たちの前にある。ケビン、これは君たちが手にした機械だ。生命の歴史だ。逃げるつもり？一網打尽にするよ。ちょうどいいわね。雷光、ここに現れなさい。
メイ先輩、ブローニャのところに行こう。ええ、もちろん。やっと来てくれたんですね。どう、協力した方がいい？ブローニャをサポートしてくれるというなら反対しませんが。指示を確認しました。エネルギー解放、全エリア。あらゆる命はカゴの中の鳥。受けるがいい。セリア、いた。油断した。変化、ジャンプ。どうやら次はブローニャの得意分野のようです。失効します。コンプレートリープリペアード。地球の終わらない歴史を終焉は一つずつ記録する。安全装置解除します。期限が訪れる。これが全ての期限であり、全ての破滅でもある。いいだろう。君たちはゴーマの試練をクリアした。この力、彼はついに来い、僕が背負う全て。崩壊獣。うん、これは選択も存亡も関係なく、今万人の理想が大いなる願いとなる。
来るがいい。これが救世の命。梵天百獣、この身に加えゴーマが深淵に至り救世が剣を抜く。これが人類の気概だ。聖魂の終焉、終焉を乗り越えた文明の剣。こいつに勝てなければ君たちは火種という夢を背負えない。行こう。今回僕は自分の命を重厚に押し込める。君たちが全てを超えられるように。エネルギー解放、全エリア降下。
ちの攻撃が効いていない。違う、今の彼の防御は私たちの予想よりもずっと硬いだけだよ。このままだとむしろこちらが追い詰められてしまいます。全エリア防護になったら断りの律者の力を使って十分な数のムーンライトスローンを作るしか。そう、ブローニャちゃん、ここは任せて。いけるがいい。はい、ここはシークレットキーのもう一つの使い方を見せるね。火力維持ありがとう、アイ委員長。ええ、みんながあなたたちの力になる。セーフレイヤーだけじゃないわよ。くらえ。天命もかつてのお前の敵も。もちろん世界で自分の運命のために必死に戦ってる人たちも。逃がさない。それだけじゃないよ。これはこれは地球、ひいては無数の平行世界の中に、あらゆる普通の人たちがそのできる範囲で出せるエネルギー。そう、大多数の人にとってそれは微々たるものでしかないけど、その力を一箇所に集める方法、例えば私のコアシークレットキーがあれば匹敵することなんてできないほどの強い力になるから。受けるがいい。みんな頑張って、これが最後の戦いだよ。ありがとう。君の勝ちだ。つまりこれで終わりなの？ああ、これで終わりだ。聖魂計画の残りも君に支配され、君は本物の地球の神になる。それに関してはあまり興味ないや。しかしそれは全人類が終焉を超えるために必要な最初の一歩だ。はいはい、神の話はそこまでにして、その逆で人として手合わせしてみない？
白い。私たちはカスラナ同士だからね。キアナ、僕たちは互いのことをよく知らない。だがもし機会があったら、きっと君と僕はいい友人になれると思う。何を言ってるの。今の私たちだってある意味友達でしょ。それなら野球のコツを君に教えた方がいいだろうか。いいの？あんたが私に勝てるとは限らないよ。コイン、そろそろ最後の切り札を出す番だ。望むところ